てれー。ふーちゃん、レアもしや。てれー。ふーちゃん、もしや。あれは、ちょっと急いでる、あんたたち。キャーキャーキャーこんにちは。いやー、二人になった。あら、ふーちゃんの挨拶あると？ふーちゃん。なんか、ふーちゃん、ずいぶん大人な感じで今接してるわね。そんなフレンドリー？今なんかすごい大人な感じで。私の方が上かしらみたいな。上よ、上よ。かわいいですよね。なんか18とか19とか聞いてたような気がしたんです。はい。シーズが終わって、シーズを連れに行くときに、はい。この子も連れてくるっていう。はい。まだ、新聞紙だけでしかおしっこと道したことない。ガタガタ震えてる。すごいガタガタ、ガタブル。家の中じゃね、もうね、はい。サイズが強い。え？もうなんかサイズがね、あ、うちと一緒だ。うちと一緒だ。このいつはなんだっていう。はい。うち来てもなんか頼りはサイスンだけみたいな。なるほど。すごい。初期には一晩で慣れたかなって。ああ。外は歩けない。そうなんだ。可愛い。やっぱり毛が違うんですね。ウールでフリース。ああ。フリース？種類がね。この子はウールってジリジリしてる。はいはいはい。フリース。へえ。全員ご挨拶済み。くーちゃんだけだと思った。わー。会えた。ほら、くーちゃんに。お前、ふーは先に行かない。くーちゃんから。くーちゃん。こんにちは。めっちゃ震えてる。やべえやつらに絡まれてる感じだから。クードル以外の犬種は、きっと、ね、見てわかるのかな。そうかもしれない。あら、ごめん。手が短いとか。手が短い。この人誰？ちょっとクー話します。かわいい。もう大騒ぎです。まず玄関から出ないし。嗅いでくれた。タッチしてくれた。あ、ぶれぶれぶれ。私足がもう。足、これ何これこれ何これ。ちょっと犯人はふーだ。私ぐるぐる巻き。いや全然もうそれでもうピーンって見た瞬間にもうグイグイだよね。あ、何もうリラックス。ふーはすごい嬉しくって。ねえ。サイスンちゃん。なんかサイスンちゃん白がすごく白になったような気がします。手術終わって向こうでシャンプーだけして返してくれたんで、毛が伸びた状態だから白が目立つのかな。あ、そうかもしれないですね。結構してなくて、カットの人に電話してたけど連絡取れない。あららら。もうね、女神ほとんど右目が見えない状態で。本当にどこ風がなんかどうしようみたいな。こんな人知らないよね。目がないんですけどみたいな。そう見たらいいんだよみたいな。早く一緒にお散歩行けるようになる。ね、あゆたで。本当に頑張れ。頑張れ。昨日も主人がサイス連れて私はこの子抱っこしてあげてきた。あらガリガリだね。でもあんまり重くなるとね、一回太っちゃうと、一回太っちゃうとね、落とすの大変だからね、くーちゃん。くーちゃんなんか太ってきた？なんかくーちゃんが丸々してきた。なんかふーちゃんに付き合ってご飯食べてるんで少なくはしてるけれどもね。ほらふーちゃん頑張って。こんにちは。めっちゃ起きてる。よっ。静かに。この4人、かわいい。見て。あら、ちゃんとみんな交互に挨拶してる。でもなんか、手厚かったよね。手厚かった。で、ちょっと、ふーちゃん的にはびっくりしてるみたいな。みたいな。両方から来たけど、びっくり。こ向かないで。だいぶさっぱりしたんだ。ねえ。かわいい。許可が取れたので、もういくらカットしてもいいっていう。毛玉ちゃん体験になってて。ああ。確かに毛玉ちゃんになりそうな。なんかね。ねえ。カットで初めてどんどん成長してくる。ああ。一緒か。いや、この二人は何してんだ、この二人は。片方は草って書いてね、こっちは。ねえ、痛い。ふーちゃん。フリンディちゃん、だいぶ慣れたね。早くみんなで一緒に長い距離お散歩できるといいよね。お？返事してくれた？ふーちゃんも仲良くできてよかった。ちょっとめっちゃ眠そうね。